やってまいりました、ミルクサッカーアカデミー受講生の井上真と申します。ガラガラガラ、汗ついた。今日は緊張してる緊張してるんです。ノーミルク佐藤です、よろしくお願いします。プロサッカー出たまで乳製品アレルギーでもあらせられます先生に今日も伺っていきたいと思います、はい、さあ今日のテーマは、うん、トスのね、はい、監督カレーラスさん、大絶賛、おお、サガン鳥栖の高校2年生、うん、はい、ミッドフィルダー松岡大樹の、はあ、個人戦術カバーシャドウについてカバーシャドウ、はい、お聞いたことない、すげえ楽しみでございますね。またね、はい、2週連続ですけど、はい、イニエスタを封じた男祭りでいきたいなと目の付けどころが先生らしいですね。ありがとうございます、お楽しみください、はい、さあというわけでこの試合はまずフォーメーションからじゃあちょっと見ます。はい、じゃあこちら見てみましょう、はい、こちらでございますね、はい、はい、こうなっておりました。こうなっておりますね。そのポイントの松岡選手はトップ下の位置、トップ下の位置なんです、まあ、4-4-1みたいな感じですね、はい、そして神戸はもうこのメンバーですよ。なんでしょうねこのメンバーねそうそうたる本当に、まあ、ダンクレイさんがね、はい、今回初めて出場されるということで、そうですね、そしてマンオブザマッチ、はい、ね、なってるんです。ここにどう松岡選手が立ち向かったのかということですね。そうですね、それを今回お話しさせていただきます。わかりました、はい、それでは分析を始めていただきましょう。こちらです、はい、まずはドン、こちらほう、はい、こちらなんですが、出ましたね、はい、今ね、はい、あのトライアングルで今、うん、トスの選手を3人今、はい、ね、ポンポンポンと今配置してる状態にありますけど、はいはい、神戸側からで考えたら、うん、いわゆるトライアングルの頂点の位置にいるのがこの松岡大樹選手です、はいはい、これ攻撃方向でいうと右に攻めているのがトス、はい、左に攻めているのがあれですね、神戸、はい、ということですね、はい、トスに関しては、うん、この試合、まあ、4-4-1-1 のような感じでした、はい、でその1-1の一番、ね、フォワードの部分がトーレス選手なんですけど、うん、トップ下に値する選手というか、はい、がこの松岡選手でした。なるほど、でこの松岡選手に課されていたのは、うん、はい、イニエスタ封じです。はい、すごく実況の方もね最初言ってましたけども、大抜擢だとビビりましたね僕。ルーキーなんでしょ。いや、ルーキーでもなくて、次高3高校生ですか。はい、あら、今だから3月じゃないですか、はいはいはい、だからまだ高2で、はい、来月高3の人、お、だ久保くん世代なんですよ彼も。東京世代、うん、はい、東京の次パリ世代、パリ世代、あらまあ、はい、分かりやすいところで言ったら、うん、久保建英、うん、そしてあの横浜 FC の斎藤光希、うん、そして松岡大樹と、パリ世代3人出たの今節って。でもその辺はさ、カレーラスさんは外人ですから、はい、やっぱりフラットに見るわけでしょ。フラットどころか、むしろ松岡大絶賛です、はあ、でもこの大役を仰せつかったということですね。いわゆる彼ずっと出てましたけど、はい、ほんと一瞬除いては、はい、基本的にこのイニエスタ封じを完璧にやってました、うん、はあ、すごかった。そうですか、泣いた。なるほど、じゃこれは泣いたんですね先生。また泣いてしまったすぐ泣くからなじゃあこれはあれでしょ、これを見ていただいた後に分析、はい、後にも回ダゾーン見ていただいてもいずれ楽しめると。そうですね、うん、なんでまず見ていただきたいのが、はい、ちょうどこんなシーンなんですけど、はい、今ね、うん、イニエスタ選手が、うん、これ松岡選手が仮にいなかったと仮定すれば、このね今右側からパスを出そうとしている、うん、このダンクレイ選手からイニエスタ選手にパスが入ってもおかしい。ダンクレイ選手はセンターバックよね。うん、そうです、なんでパス入ってもおかしくないんですよ ね、 そうですね。でこの松岡選手がただこのポジションにいることによって、はい、イニエスタさんにはボールが入らない状態になっている、うん、で単純に言ってしまえばカバーシャドウって呼ばれる戦術、個人戦術はいくつかあるんですけど、はい、ざっくり一つ目簡単に言うと、このパスコースの遮断です。はあ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 、はい、はい、ここでいわゆるこのね、ちなみにこのダンクレイさん、ちょっと違う回でもご説明しようと思うんですけど、うん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 、この試合なんとロングパス6分の6成功しました。はい、ロングパスですよ、うん、長い距離のパスを全部成功するって1回もミスってない、ノーミスです。おう、なので先生振り返りで MVP に選んでましたね、ダンクレイ選手。ダンクレイ選手選びました、はい、なので結局、山口蛍選手からのアシストを受けた、ビジャ選手が、まあ、決める形にはなったんですけど、はい、山口選手も実は3分の3ロングパスを成功していて、ダンクレイ選手がねひたすらビザにもう当てまくってたんですよ、はあ、だからもうほんとこれぐらいの今ね、今ダンクレーからイニエスタぐらいの距離だったらもうビシッとボールつけられる選手なんですよね、うん、はい、でこのシーンが今だからこそそこが注意点というところですね。そうなんです、なんで、うん、今これ24分38秒のシーンをお見せしているんですけども、はいはいはい、もうこの段階で松岡はきっと松岡さんはもう思いましたね、うんうん、やべえダンクレーと、うん、
この距離なら普通に来るぞというのをきっと分かったんでしょう。だからあらかじめ遮断しました。一旦他に一回ワンクッション他でこう来られたらまたどうにかなるけど、はい、一発ここでイニエスタに来られたら次どうなるか分かんねえと、うんうん、だから自分がぴったりマークつくんじゃなくて、うん、ちょっと前に出てパスコースを遮断するところから始めようと。で一人でやってたらもうどうにもならないのでイニエスタをマークできるというか監視役は3人でいるんですね、はい、松岡プラス2っていうところ、うんうんうん、なのでトライアングルを敷きながら松岡選手がトップの位置に入ってでパスコースを後方からのパスコースを遮断してイニエスタを封鎖するということをまず勝って出ます。はいはいはい、はい、うん、その2位を担うのは、まあ、これトップ下という位置の松岡選手そしてボランチの2人という感じですね、はい、あとはもう右の原選手なんかもねだいぶ活躍されていたところがあったんですけど、なるほど、はい、でただもちろん90分間フルでマークし続けられば、続けられるわけではないし、うん、あの攻撃に転じる際はね一回イニエスタのこと考えないっていう瞬間も必要じゃないですか。あ、まあそうですよね、なので続いてこんなシーンもご覧ください、うん、はい、こちらです、ドン、はい、はあ、このシーンですね、うん、カバーシャドウという戦術がまあいくつかあったりするんですけど、はいはい、結局は先ほどお伝えした通り、うん、パスコースの遮断というのが基本的な戦術だと思ってくれれば分かりやすいかと思うんですね、はいはい、でこのシーン今度は27分のシーンなんですが、もともとこれ今ね、今手前側に赤いマークをつけている選手が左センターバックを務めた、うん、いわゆるまあ神戸側はフォーバックなの で、はい、でただ西大吾選手と初瀬亮選手、はい、うん、両サイドバックは高い位置まで上がっていくから、そうですよね、ディフェンスを ほとんどセンターバックダンクレー選手と大崎選手と2人で守ることになります、はい、うん、で左の位置、左の半分を大崎選手、はい、右の半分をダンクレー選手が担うことになりましたが、はい、なのでこんな感じでね、良さで開いてる状態なんですけど、ね、結構大胆な守り方ですよね。そうなんですよ、個人戦力がないともねできないことですからね、トーレスが突っ込んでくるわけですからね、この試合に関しましては。なんで元々はあのこのね、もともともっと中盤の位置にこの松岡選手いたんですよ、はい、ただキム・スンギ選手からボールが入ってきたのを見て、うん、この大崎選手の目の前までダーッとね蛇行しながら走っていくんですよ。ほう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 。でそうすることによってこれゴールキーパーのキム・スンギ選手から大崎選手にボールが渡るんですけど、そのシーンに同じようにキム・スンギ選手にちょっとチェックかけながら大崎選手のところに来るんです。はあ。そうするともう味方の選手が他の位置を封鎖してくれてるところがあるので、はい、大崎選手はパス出すならばもうキム・スンギ選手しかいなかったんですよ、戻すとキーパーに、はい、ただそこに松岡選手が走ってくるので、うんうん、もうできなくてしょうがないから逆サイドにサイドチェンジをすることになるんですね、ちょっと苦し紛れに、はい、ただその代わり苦し紛れにも出したもんだから、これがもうそのままサイドラインを割ってしまってトスボールに変わります。これは松岡選手のしてやったり、そうです、うん、松岡選手こんなこともやってましたよっていうご紹介でしたね。はいはいはい。でこの戦術いわゆるカーブしてこうダガーのストレートでドンっていくんじゃなくて、いわゆるカーブしながら走りながらパスコースを遮断することをカーブドランだと言ったりもします。はあ、なるほど。カーブドラン的カバーシャドウでマイボール化、はい、すごいなんかアンアンの表紙みたいですねこの春はカバードラン的カバーシャドウでマイボール化っていうのでも高2がやってるわけですか。はあ、高2ですもんね。さらにすごいのが次のシーンです、はい、こんなの高2がやってるのかって話で、いきますよ、はい、ドン、なんでしょう、おお、なんだこれ、監視&無力化型カバーシャドウ、はい、今松岡選手と、うん、あと2人いますよね、今トライアングル形成してる状態、先ほど最初におっしゃったやつね、そうですね、うん、なのでこの位置にいることによって、うん、もうイニエスタ選手にはボールはもう入ってこないですね。ああ、そうか、もう3人に囲まれてる状態なんで無理なんですよ、はいはいはい、なので、その囲い込みながら、左目でイニエスタ選手をもう関節視野のような状態で見てます、はい、常に意識している、はい、で右目の関節視野で今度はボールホルダーを見ています、すごいね、うん、でさらに目の前に山口蛍選手が、はい、あれが蛍さんだ、はい、うん、矢印の、ね、真ん中の先にいるんですけど、うん、はい、左目の関節視野でイニエスタ、うん、右目の関節視野で大崎レオ、うん、そして両目で直進で見てるのが山口蛍、いやすごいな、自分のポジショニングと目だけで3人カバーしてるんですよ。逆に言えばその3人の場所によって自分の居場所も決めてると、決めています、うん、それだけもう監視することによってまずはお互いの全部のポジションを分かってるのと、はいはい、このね、いわゆる自分の立ってる位置によってイニエスタ選手を今無力化してる状態です、うんうんうん、これも一つのカバーシャドウと同じようにね、パスコースを遮断してるような状態になる。なるほど、ポジショニングの妙というやつですね。なんでイニエスタ選手にボールは入らないから、おそらく大崎選手は松岡選手がカバーできる範囲だと山口蛍選手に出す以外ないんです、はいはい、でも山口蛍選手に来ようもんなら自分が走っていけばいいだけの話なので、ここは奪えるという判断をしています、ね、なるほど。
目と足だけって言って、すげえ、うん、で続いてこんなシーンでございます、はい、でもちろんただただ監視するだけじゃなくて、うん、はいはい、こんなシーンもあるよと、まあ、トップ下ですからね、言っても前にも行かなければいけません。そうなんですよ、うん、なんでイニエスタ選手にいわゆるボールが全く入らない状態だなって思ったら、うん、そっちの監視は他の選手に預けておきながら、うん、自分が奪いに行ったんです、はいはい、これは神戸の選手からインターセプト、うん、他の選手にまでハードチェックを仕掛けてインターセプトをするミッドフィルダー松岡さん。ああ、なるほど。ちょっと待ってください先生、はい、あの3ついてますねこの辺から。あ、もうちょっともう松岡くんとは言えないです。この間もメッシの時にすげーって僕が8回ぐらい行ったあたりから3ついてましたけど、いやもう言うしかないですね、松岡さんですそのシーンですねこれね。だってイニエスタってどんな時でも仕事をする選手じゃないですか、うん、そうですよ、師匠ですよ、はい、うん、そのイニエスタさんを、うん、ちょっと他の人にも見てもらってた感じでいいやって自分の仕事を一瞬放棄して、はい、他のところからボール奪いに行っちゃうんですよ、高2が、そんな高2、あれ松岡3ですね、松岡3ですね、間違いないですね、高2じゃないですね、高2じゃないね。しかもさっきの大崎選手のシーンもありましたけど、それだってこのインターセプトのシーンもそうで、ボール奪ってんですよ、それ奪ってますね。私高2の時焼きそばパン奪い合ってましたから、購買部で彼、はい、イニエスタからボール奪ってんですから私友達の田中くんから奪ってましたあ、そうですか、そうなんです。あ、なるほど。で他にもこんなシーンありまして、うん、はいはい、はい、ドン来ました、呼んでますね、はい、この29分16秒のシーンですけど、先輩に物おじすることもなく攻撃のディレクションをしながらスプリントするミッドフィルダー松岡さん、はい、はい、今度はですねやっぱり守備が終わって自分たちのマイボールになったので、はい、なりました。でイニエスタさんがもう全然違うところにいるから、 そうですね、その時は本来ねこの試合トップ下に入ってるわけで、はいはい、いや俺はじゃあ攻撃せなあかんわと、うん、ってことでイニエスタが機能しない攻撃、うん、時間帯は攻撃に転じております、はいはい、だから俺こっち走ってくぜってので先輩に言いながらこれディレクションですね、矢印も指でね指してます、ね、これがディレクションっていうんですね、こっちから攻めようぜ、はい、ニーアンたちみたいな、そうそうそう、はいはい、で今走ってらっしゃいます、はい、松岡さん、走ってますよ、そんなこともやっておりました、なるほど。ただそれでも神戸にいわゆる失点は喫してしまうんですよね、うん、そうですね、1点だけ、してまうんだですよねって言ってますけど、もう日本全土でニュースになってるビジャの、はい、加入初ゴールですよ、そうなんですよ ね、 そうですよね。ただ僕らは今松岡さんをベースに見ているのでそこはだから1回ちょっと飛ばすんですね、そうなんです、わかりました。前半ねこんな感じで過ごした松岡さんなんですが、いろんなドラマこもっとるな、これから後半にシーンが映ります、うん、はいはいはい、では行きましょう、うん、はい、ドン、こちらです。なんとねまたしてもやって上がります、松岡さん、うん、53分経過してもなお、今度はね陣が変わってますね、はい、うん、前半から後半に場面が転じたので、はい、神戸が左から右へ攻め、はい、トスが右から左へ攻めている状態になります。これボールホルダーは第五西ですか。そうですね、ボールを持っているのが西選手で、はい、でまた同じように前半でもあったのと同じように、はい、松岡選手がトップの位置に入って、本当はトライアングルを形成した、うん、あれ あれちょっといないですよ、一人サボってんですかこれ、一人足りません、手足りないですね、だから松岡さんの手をご覧ください、うん、あー刺してますねこれ、刺してます、はいはいはい、おい来んぞここ、うん、なしてんねんと、にがなしてんねんと、そうなんです、うん、あかんかんかんと、そうなんです、トライアングルを形成できてない、俺はトップの位置にいるよと、はいはいはい、松岡大輝には見えていたんですね、この不足に伴う失点の道筋が、すげえ、はいはいはい、やこのままじゃあのスペースにニエスタってキープされて、前のビジャにスルーパスなり出されちゃいますもんね、そうです、右サイドなり、いろんなパターンありますよね、だからこのままだと矢印のまま通されてしまう可能性があったわけです、そういうことですね、はい、でもう一人ね、はい、このままだとやべえと思って気づいてるやつがいたんです、はあ、いましたか、はい、その次のシーンでご紹介します、はい、続いてこちら、ドン、こちら一、うん、人走ってなんかボールホルダーにチェックかけてこようとしてるやつがいますね、トーレスって兄さんですね、兄さんですね、トーレス兄さんが、はい、攻撃をやらなきゃいけないトーレス兄さんがあれですよね、あのスラムダンクでこんなシーンありましたよ、ルカオが、ね、ルカオが陰で走ってくるみたいなね、そうです、ドアホーみたいなシーンありましたよね、来ましたね、ボールが西選手から山口選手にボールが渡ります、はいはいはい、で松岡選手はイニエスタのチェックがあるのでこの位置から外れられません、はい、トーレスは気づきます、うん、やべえこのままあの西とかいうやつとか山口とかいうやつからボールが俺の友達マイフレンドビジャに出たらこれはやべえぜ、誰よりもミーはそれを知ってるぜと、そう、うん、だから走ってきます、いや
はいはいはい、ただやっぱりトライアングルは足らない、うん、足らないよ、いないもんあそこのスペースということで、うん、で松岡選手もだからちょっとずれられればよかったんですよ、うん、あちょっと左というか手前にね、そうずれられれば少なくともイニエスタへのパスコースは削られた、はいはい、ただこのね、うん、もういろんなことが起こったから、うん、一瞬落ちちゃったんですね、思考停止が、はい、はいはい、ボールを見ちゃってるし、そうなんです、うん、なんで次の瞬間、蹴りますねこれ西さん、そうもう自分がもう松岡選手はトップの位置からもう動けなかった、で山口さんがこれ明らかにもう出そうとしてますね、あこれ山口さんですね、はい、蹴ろうとしてない山口、はいはい、やっぱりトライアングルの一箇所が足らなかった、なるほど、だからイニエスタもそのトライアングルのカゴから、ケージからもう出て、しかもこれ気づかれないように出てますもんね、スルスルっと出てます、はい、でビジャはコンターコの時オフサイドラインにはいたんです、ただこの後、うん、高橋裕二選手と、うん、谷口博之選手の2人にボールが当たってしまうっていう、はいはいはい、ちょっとね、ビジャ選手は確かにオフサイドラインにいたものの、うん、ディフェンスのミスという扱いになって、オフサイドラインからはオフサイドとは判定されません、そうですか、うん、でそれを奪って決める形になります、はい、数秒後にビジャの得点が決まるわけです。あのビジャの体勢もすごいな、もうスピードに間もなく乗るという瞬間ですね。さらに、ね、ビジャの選手の解説するならば、もともとオフサイドラインにいたんですが、はい、このダッシュしながらカーブドランをすることによって、うん、メッシと同じです、はい、前回ねメッシの動画も上げてるんですけ ど、オフサイドラインから一瞬でダッシュでオンサイドに戻ってきた後裏に駆け出していきます。しかもあれでしょ、用意どんで走るよりもグワーってきてるからスピードのトップスピードで受けるわけでしょ、そうです、だからそれに対応しなきゃいけなかったディフェンス2人が慌てちゃったんですね。なるほどね。もし松岡選手がこの一瞬も含めても全部できていたならば、うんうん、無失点だったかもしれない。なるほど。ただ松岡さんにはこれを失点の責任は与えられないんだって、うん、はい、彼のやるべきことは全部できていたから、なるほど、もう1枚いたならば、うーん、そっか、話は違った。まあ後半のこの時間っていうのもありますし、そうなんです、ね、いろんなとこでいろんな攻防があって疲労もありますしね、はい、はあ、なるほど、そうなんです。ただもう1試合通じて、うん、イニエスタには何もせずに終わらせた。なるほど、2試合連続ですね。だからもうこれ要するに中盤カットの攻め方ですもんね。そうなんです、うん、だ奥の選手、はい、前回ありましたね、はい、ではよりイニエスタ封じを完遂させた、うん、で去年はもう途中からもイニエスタが加入してからは、まあ、イニエスタ戦術をこのチームは取ってきました。なるほど。だからセレッソは、奥の選手をイニエスタ選手につけることによって、はい、そこの1ポイントを封じることができた、はい、サガン鳥栖も同じように松岡選手をイニエスタ選手につけることによって、うん、高校2年生だけど、うん、個人戦術を多々駆使して、はい、抑え切った。だから山口蛍は3分の3、うん、ダンクレイは6分の6、うん、ロングボールを仕掛けることしかなかった。しかしそれを全部通させてしまったトスがいた、うん、なるほど。それによって決まってしまった1点だったと。あ、なる、彼の松岡選手のポジショニングの妙によってロングボールを増やさせたってことでもあるわけだよね。そうです。だから本来やらなきゃいけなかった神戸のパスワークを全部封じたのは松岡選手でした。しかもこのなんていうか初スタメンですか。初スタメンです。しかもアウェーの神戸といったらもう今完売でしょ。なんかビップシートが出たっつって純一ダビッドソン君も言ってましたよ。そのそうですよね、その空気の中で冷静にこのタスクをこなしきったということでしょ、はい、ね、ある種ショートパス劇場をどっちだけにさせたってことでしょ。そうです。いや、ずぶといずぶといずぶとい高2ですね。これができるならいやある程度止められると。ちょっとセクシーな本買うのもチラチラ回り気にしてましたよ私その頃は。ずぶとさ丸出なかったですよ。しかもホームのコンビニですよ、家の近くで。逆に嫌じゃないですかそれ。さあ確かにね、ホームがアウェイみたいなところありますからね。何の話なんですか。ただ、だからもうあの松岡選手まだそれこそ高校2年生ですから、やっぱりそのフィジカルコンタクトっていう風になってくるとまだ厳しい部分もあるかもしれません。なるほど。ただそのフィジカルの部分を抜いて考えた時、より戦術で頭で戦わなければならない瞬間だとかはかなり使えるんじゃないかなと思いますね。体ぶつけなくても守りってできたり戦えるんですね。そうです。もう監視もしくはランニングの仕方、ポジショニング、それによって守備を封じることは何個でもできます。うん、これっていうのは松岡選手は個人戦術とおっしゃってますけれども、はい、これはある程度監督さんが授けたタスクなんですか。監督も授けたでしょうし、うん、チームとしてまず松岡がファーストディフェンダーだって話もあったと思います、はい、なんで先ほど松岡さんがっていうところで話はしたけども、うん、チーム全体としての約束ごとも完遂できていた。だから本当に唯一もったいなかったのはこのシーン、はい、トーレスも
分かってたぐらいに。なるほど、ここそこは取れさ分かってたということなんだね。そうなんです、ね、でビジャも山口も自分の良さをこの一瞬でパッと出したわけね。そうなんです。なるほどね。だ前の選手たちフォワードのトーレス、ワン、トップだ、あ、トップ下だった松岡選手の2人はヤバさを気づいていると、はい。そしてこの鳥栖のセンターバックのお二人もいい勉強をしたというか、なりました、ね、センターバックとして一枚ちょっと向けたきっかけになる瞬間になるかもしれません。そんな鳥栖ミッドフィルダー松岡大輝選手の、個人戦術カバーシャドウのご紹介でした。いやブラボー、素晴らしい、ブラボーちゃん、ありがとうございます。いや先生、いや先生、今日も楽しませていただきました。はい、また見どころがもう一回見たくなりましたね。ありがとうございます。からもトスも見ていくのが楽しくなってまいりました。もう神戸もそうだし、うん、トスもそうだし、はい、全部そうだよ。全部そうなんですね、はい。今回は J2 編でもね、今節のもう一つ解説していただけるということで。そうですね、大宮琉球もありました、あと広島岩田なんかもありますし、あとは神戸側そのダンクレー選手とビジャ選手の関係性なんかもちらっと今度お伝えできればなと思ってますので、はい、いっぱいありますよ今回。ちょっとダンクレーさんも気になってるんで、ダンクレーいきましょう、はい、ね、お願いいたします。お願いします。ありがとうございます。というわけでミルクサッカーアカデミーでは毎朝このようにいろんな情報をカルシウムを先生にね配達して 瓶に入れてもらってますので、ぜひチャンネル登録していただきまして、はい、そして我々ツイッターもやっております。そしていいねボタンで応援していただきますと、この両チームの魅力、この試合の面白さみたいなのがね、いろんな方に分かっていただけるのがまた大事で、よろしくお願いいたします、はい、ということでございます。いやありがとうございました。ありがとうございました。ミルクサッカーTV井上真央でした。ノーミルクサトでした。ありがとうございました。